皆さんこんにちは。私はフルートでたくさんの人を幸せにしたい永田昌代フルート教室の永田昌代です。今日は引き続き下関市菊川町にあります菊川ベルちゃん体育館の前のカッパのベンチより皆さんに質問をお届けいたします。では今日の質問です。皆さんの周りにはどんな人が集まっていますかという質問です。私の周りには割と穏やかで気持ちが優しくって、でもちょっとどこか器用な人がたくさん集まっています。自分の周りに集まっているのが自分の繁栄だと言われています。皆さんの周りにはどんな人が集まっていますか。よかったら回答を動画のコメント欄にてお待ちしております。ではまた明日。